新田さんが技術があるだけに、そうっすね、ちょっと一緒に出ていかなかったですね。こういうレースだと単純にこれ、あ、やっぱ新田さん先行なんかどれくらいあるのかなっていう、そうっすね、なんか、引いても、新田さんは別に集団でもいいし、ちょっと難しかったっていうか、ちょっと弱気やったですね。一緒に出ていかなかったですね。もう出さないような、そうっすね、ちょっとなんか機能の重さが、ちょっと弱気な方向に行きましたね。後ろ自分ついてるのちょっと失敗しました。新田さんがまあそういうところも考えてくる、うまい走りというか先行で、そうですね、潰しに来るという、もうああなったらちょっとでも前々行って地元で前行ってくれるように行こうと思ったんですけど、まあその40前にしてもあれだけ元気な競争に対してきますし、その先行の難しさとかもあるのかなと思いますよね。人任せにしすぎますしね。もうシンプルに出さずに風切ってっていうのが、そうですね、ちょっとビビったっすね。やっぱ昨日でもちょっと距離も長めというか踏んで、そうっすね、まあずっとちょっと並走っていうか、大根に吸い込まれてる状態だったんですけど、あんま足は分からんすけど、ちょっと悔しさが残る感じなんですね、今日一着でも。そうですね、まあでも去年かな、去年の富山記念、二次予選同じような感じのレースしてるんで、あ、去年行けへんかったんで、まあ成長がある中で分からんすけど、まあレース内容はちょっと反省ですね。まあぶつけて G3 の準決勝を走って、そのオールスターが決まってるっていうのもあると思いますね、高いレベルで。そうですね、ちょっと弱気やったですね、とりあえず。ちょっとじゃあそこ後半戦ぶつけて、はい、オールスターでまた強気な戦略を、ちょっと今日は反省して、また明日頑張ります。お疲れ様でした。